はい、どうも、毎度おなじみ、ゆうご .tv でーす。久しぶりの放送になってしまいましたが、はい、早いことで、もう6月ですね。先月いっぱいで、左官や現場仕事と、あと、リラクゼーションマッサージ、こちらの修行期間を終え、今月から、はい、また、毎日お店に立つようになりました。まあ、今年でラストの10周年ということで、ほんと地域の皆様や、お目にかからないネットでご購入されてるお客様、いろんな方の支えがあって、なんとか10周年持ちこたえてきました。まあ、10年間で10種類の仕事も通して、なんとかしのいでやってきました。はい。そんでもって、6月10日から10周年新サービス、リラクゼーション、もみほぐし、こちらを店内で行いたいと思います。ちょっとね、まだスペースは作ってないんですが、天然石をもうちょい真ん中にやって、ここの今、このスペース、レジのすぐ脇、ここをリラクゼーションスペースにしたいと思います。リラクゼーションをできる手作りアクセサリーのお店。この一つの店舗の中でいろいろな商品やサービス、お客さんが来てワクワクするような楽しいお店を目指しております。そんでもって今回から10周年、これからのラストは健康イコール幸せ、これをテーマにして事業を進めていきたいと思います。健康イコール幸せとは何か。健康って言ったらもう体の健康だけかと思いますが、体だけではございません。WHO、世界保健機関が定義している4つの健康というのがあります。体の健康。2つ目が精神的健康。3つ目が社会的な健康。4つ目が霊感的健康。霊感的健康というのはね、スピリチュアル健康感って言って、自分の生死観やどうやって生きていけばいいのかという人生観みたいなものを、定めるっていうか、そういうのをよく考えるという意味合いだそうです。まあ、社会的な健康感っていうのは、まあ、社会とのつながり、まあ、地域や社会とのつながり、コミュニティみたいなようなものですね。そういうこの4つの健康感と、あとマズローの欲求から、認知欲求、承認欲求、自己実現欲求、自己超越、貢献の欲求。この4つのマズローの6段階から4つ。こちらをですね、うまく健康感とこの欲求をうまくマッチさせて商品とサービスに当てはめていきたいと思っております。ぜひ、これからのラストをお楽しみにください。そんでもって、この10年間で学んだこと、本やセミナー行ったり、動画を見たり、いろんなことを勉強して、これをですね、もっとバーッとみんなに伝えるように、自分だけで溜め込んでても意味がないですね。やっぱり知識とかっていうのは、人の役に立ってこそ、本物の知識になるんですね。無形の学問から有形の学問へ、誰かのためになって、初めて学問が役立つ。形のないものから、形のあるものへ、変えていく。そういうことをこれからも続けていきたいと思います。やっぱり第一は教育。これがね、なされてないと心の使い方とか、考え方とか脳の使い方とか、こういうの分かんないと変な犯罪を犯したり、自分が病んで自殺しちゃったり、病気になったり、怪我したり、いろいろが起きるわけです。こういうのをしっかり対処するように、毎日明るく元気に、素直に、誠実に、正直に、明るく元気に、これが最初言ったかな。一人がいるだけで、周りの人が明るくような、そういう存在になれるよう、皆さんの心身、心も体もともにキラキラ輝けるよう、そういうのを目指して、私たちは商売道を通して、皆様に、商品サービスを提供して、より明るく、より楽しい、この、現代社会を生き抜いて
行こうと思っております。ぜひ楽しみにしてください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。なるべく毎日配信するので、よろしくお願いいたします。ぜひコメントとコミュニケーション取りましょう。よろしくお願いいたします。それでは、また。